Is it the same or is it different? I think it's a bit different from the second episode. What? What's the point of the episode? Okay. Still have emotions after bullying? What?
一緒に帰ろうか。一緒に帰りましょう。どれだけ真似すれば気が済むのさ。東国さんこそ。What?Why? 二階堂くんは不思議だよ。目をそらせばたちまち存在が消える。でも目を向ければやっぱりそこにいて安心感が得られる。 Wait. Maybe we willerase the memory that she died, like she committed suicide, maybe through these endings, right? That would make more sense, and then we won't need to kill her, and then the Chronos will not ever exist because of that. No, wait, but Ruin is still dead. Oh well.僕が観測しない限り二階堂くんはそこにいない。でも常にいてくれている。その距離感がすごく心地よいんだ。それじゃあまるでシュレディンガーの猫みたいね。 Right. 確かに僕が観測するまで君がそこにいない状況とそこにいる状況、つまり有と無の重なり合っている状態が続いているわけだからね。うん、面白い。論文のテーマにしてみるのもありかもしれない。着想のきっかけになったのなら何よりだわ。もしその論述の通りなら、私は東国さんが観測してくれているおかげで自分の存在を証明し固めることができているってことかしら。Right.僕もきっと同じだよ。今こうして二階堂くんが観測してくれているおかげでかろうじて人の形を保てているんだ。今や自宅の中でさえ僕の存在は曖昧になりつつあるから。うん。なんでみんなから距離を取ったの？確かに傍目には距離を取ったように見えるだろうね。けどまだどこか
そう、非科学的だけど心ではみんなとつながっているような感覚がある。だからこそそぎ落とさなくちゃいけないんだ。What is happening? それは論文の、さっきの自分の存在のため。二階堂君は察しがいいね。君は大丈夫なのかい？ I remember this question. え？ Who asked that before?仕方のないことなのよ。それに私自身が選んで納得していることだから。選んで？そう、だからこれでいいの。君がそう納得しているのなら僕は何も言うべきじゃないんだと思う。それに、なんとなく分かったよ。君の置かれた状況、その動機。納得しているという意味。まったく、器用なのか不器用なのか、分からなくなるけどね。東国さんも、察しがいいわね。察しばかり良くても、何もしてあげられないんじゃ、もどかしいだけだけどね。What is everything? What is this music? What is this situation? Where does it lead to? とはいえ、何もしてあげられないけど、観測するかしないかは僕の自由だ。僕は明日も、放課後は図書室にいるよ。 Maybe that's the day when she committed suicide. Or she considered that. ありがとう。お礼を言われるようなことじゃないよ。Did I change the course of action? そうだ。ああ、そうだったじゃないか。なんで僕は忘れていたんだろう。Right. そんなわけないのに。
ずいぶん早いのね。ああ、うん、ごめん。寝てたかい？大丈夫。早く目が覚めて外の空気を吸ってこようと思ってたから。そっか、それならちょうどよかった。その、ちょっと中で話さないかい？外では話せないことなのね。適当にかけて構わないけれど。いや、大丈夫。このままでいい。東国さん、昨日の話だけど、あれから少し冷静になって考えてみたんだ。それでやっぱり君を殺させるわけにはいかなくなった。どういうこと？正直自分でもうまく説明できないんだ。ただ君を殺す、犠牲にするという手段を本当に取るべきなのかがわからなくなってしまった。 So maybe we are changing that actually. それが一番合理的かつ確実にクロノス世界から脱出する方法。 Right. それは昨日確認し合ったはずよ。それはそうなんだけど、本当になんて説明したらいいのか。思い出したんだよ、昨日の夜。昔の、多分クロノス世界に来て失っていた記憶そのものを。中学2年の頃、僕らは一時図書館で一緒に過ごしていたことがあっただろう。僕が論文の執筆に集中してて、その斜め向かいの席で君が勉強をしている。何のことはない、会話だってなかった。あの小さな空間の話だ。私も覚えているわ。夕暮れ時の図書館のテーブル。自ら一人であることを選んで、それでも構わないと思ってたけれど、あの日僕の斜め向かいに座った君によって、その決意は確かに揺らいだんだ。自分自身のために孤独でいさせてくれるけれど、ふと目を向けた時に君は観測できて、一人じゃないと教えてくれた。僕は君に救われていたんだよ。そんなことないわ、たまたまよ。いや、確率論の話をするのなら、あの日あの場所で出くわす確率は単純計算でも目がくらむ数値になる。偶然ではありえない。君は狙ってあの場所に座っていた、座ってくれていたんだ。うん、あなたにしては珍しく根拠に欠ける推論ね。そうだね、自分でもびっくりしているよ。でもそれでも君に伝えたいと思ったんだ。僕を救ってくれて、観測してくれてありがとうって。君だってそうだったんじゃないの？あの場所が平穏でいられる空間だったんじゃ。僕には平穏でいられる空間を一緒に作ってくれた君への恩義がある。だから君を死なせるわけにはいかない。
恩義があると思ってるなら、それで私を死なせて。それが私の望みなんだから。I don't get it, so. なら僕にはその拠り所を僕自ら捨ててしまったことへの償いだってある。償う必要なんてない。東国さんがそうした理由には納得もしているし、咎めるつもりなんてないもの。なら僕はどうしたらいいんだ。恩を返すことも償うこともできない。あるはずっとその協力をお願いしているじゃない。違う、そうじゃない、そうじゃないんだよ。その選択はかつての過ちと同じだ。なぜ同じ間違いを繰り返さないとならない。難しく考えすぎよ。私はもうクロノス世界からは戻れない。現実世界にはもういない存在なんだから。だからってまた削ぎ落としたくはないんだ。君はここにいる、こうして観測できているじゃないか。それなのに。クロノス世界という箱の中でだけよ。開ければいなくなる。でもその箱は開けなくちゃいけない。あなたのそれはただの自己満足よ。自己満足で何がいけない。自己満足で結構さ。それがいつか人のためになると信じて突き進むのが科学だ。みんなのため、僕のため、そして何より二階堂君のために。君はそうやって何でも一人で抱え込んでばかりだ。僕ととてもよく似ている。だからこそわかるんだよ、君のそのスタンスがどれほど寂しくて辛いことか。その辛さを君は受け入れ、ずっとずっとさらされ続けてきた。中学のあの時から高校に進学してもずっと君は耐え続けてきた。I have no idea what's happening. もういいじゃないか。君はもう十分すぎるほど耐えてきた。それを知っているから今は見ている僕の方が辛いんだ。もう君が傷つくところを見たくない。僕はもう間違いたくない。だから死なせてほしいだなんて言わないでよ。東国さん、僕は君に生きていてほしい。君が生きてくれてさえいればそれでよかったんだ。What? What? Did you change the course?
I don't know. I guess we'll see. Maybe we need to replay that again, but like now, every episode there was a choice. There will be a change, like in a storyline. I have no idea. Jesus, that's a little bit confusing. We have 8 still episodes to discover. This is one of them for sure. But like... What's different is that Togoku is still alive. That's the thing. Because each episode someone was disappearing. But she's back, so everything changes now. Like. Yeah, Sakurai-kun. Ohayo. That would be interesting because the other storyline disappears immediately because we can't make the other choices. Right? Because she is still present. I don't know, we'll see. Nikaido mo, ohayo. Shit, sorry. Mega samechatte. Migi ni onajiku. So you Sakurai-kun datte. Nanda ka nemuta sou da kedo? Nebusoku gimi de sa. Iroiro. Togoku, 昨日はごめん。え？その、君のお父さんのこと。東国の言うことはもっともだし、僕も少し軽率だった。だから、ごめん。ああ、そのことなら構わないよ。むしろ、僕こそ感情的になってしまって申し訳ないと思ってたんだ。それに、僕の方こそ君に謝らないといけないんだ。え？昨日話してた犯人のことなんだけどね。あの後もう一度冷静にじっくり考えて推理してみたんだけど、まあ恥ずかしいみたいだから代わりに私が話すわ。 So I assume, with every choice in each episode they will discover thatNikaido is the culprit, but they will hide it. And then everyone will be at the end of the day, everyone will be present and like live long, happily ever after or something? It's a bit weird concept, so. どうやらユリアちゃん、盛大な見当違いをしてたみたいなの。We'll see how it resolves. 見当違い。I wonder. そう、ユリアちゃんの推理は。まあいろいろ事情があって間違ってたみたいなの。Then the plot with Lo makes no sense because I would assume he would break it immediately. でも許してあげて、ユリアちゃんだって間違うことはあるんだからね。いや別に間違ったことを責めたりはしないよ。そんな権利僕にはないし。けれど僕の早とちりのせいで君に余計な気苦労を負わせてしまっただろう。それについては本当にごめん。すまないと思っているんだ。そ
そうか。そういうことなら。でも、それこそ気にしなくていいよ。じゃあ、この問題はひとまず解決だね。肝心なのはそこから先だ。Right. 僕も改めて考えてみたんだけど、犯人探しは桜井君の言う通り最終手段でいいんじゃないかって結論に至ったんだ。 So that's the same result that Camilla was suggesting. What? え?そうだったの? Right. なあ、東国、もしかしてあの後何かあったのか?ん?何かって?例えば。記憶を取り戻したとか。まさか。だとしたら。きっとこんなところで悠長にしてないと思うよ。みんな叩き起こして作戦会議してるさ。What's happening? Oh shit. ユリアちゃんは別の手段を考えようとしているのよ。別の手段?そう。誰も犠牲者を出さずに、クロノス世界を脱出する方法を。ね。犠牲者を出さず。まあそういうわけだから、桜井君、改めて協力してくれないかな。やっぱり君が協力してくれないと困るんだよ。困る?だって僕らは仲間だろ。志と目標を同じくする。ああそうだね。What? 60 years? The crown sword of Shibuya formed without anyone ever noticing. What? Wait, so... Huh? They just waited over it? Like the...Then Kronos lifted up, but were they trapped or? Yeah, it seems like it. Okay, we saw that part. Huh, interesting. So that's the alternative ending, but at the end of the day.They waited over the Kronos. It lifted off, but they did not escape. They just were lost forever in the other dimension or something, I assume. Interesting. So I assume the rest of the choices are here. But I don't know what like here then. I guess we will see.When I will finish other endings, alternative endings, but man, okay. It's getting interesting, I guess.